はい、改めましてこんにちは、タカです。今日は新しいチャレンジについての報告動画となります。本当にすごい一瞬で終わる動画なんで最後まで見てくれると嬉しいです。前回のチャレンジでは100日間を通して筋トレや食事制限を徹底してコンテストに出るというチャレンジをしました。大会ではちょっと勝つことができなかったんですけど、自分の目標としての体重を下回ることができて、大会にも参加することができたので、一応チャレンジとしては成功したのかなと思います。で、本題の今回の新しいチャレンジなんですけど、大きい目標が一つと小さい目標はもう何個かあって、ちょっと小さい目標から話させてもらうんですけど、小さい目標の一つ目は読書です。読書で本を30冊読むという目標を一つ立てました。30冊ってなると、今1年が残り143日なので、143日で30冊ってなると、だいたい4日に1冊ぐらい読まなきゃいけないペースで進めなきゃいけないんですよね。自分の中で結構読書っていうのを大事にしてて、本当に本から学べることってたくさんあって、まあどんな本を読むかっていうと、この 1,2 年ではちょっとお金のことについて結構学びました。まあみんな皆さん興味ないと思うんですけど、日本の未来に自分自身がすごい不安を持ってて、自分自身のこれからどうなるんだろうとか、お金をどうしていこうって考えることが多くて、そこからちょっと2年ぐらい徹底的にお金の本を読んで、資産運用とか投資とか、いろんな株とか債券、いろんなことあるんですけど、いろんなことをちょっと徹底的に頭に詰め込みました。やっぱそれでもやっぱ読書が入りだったので、この目標を立てました。さっき言った通り、4日に1冊読まなきゃいけないんで、もう1冊目が読んでるんですけど、こんな感じで今回読んでるのは、次はお金じゃなくて新しい世界、メタバースっていう、まあ興味ないと思うんで、まあ次行きます。2個目の新しい目標が、動画投稿20本。これも20本ってなると週に1回ペースですね。週に1回のペースで動画投稿をしていきたいと思います。これはもう自分自身が頑張ってる姿を載せてね、諦めたりくじけたりしないために載せていこうと思った小さい目標なんで、頑張ります。小さい目標3つ目、今までベンチプレスとか全然全くしてこなかったんですよ。よく聞かれるんですよ、この筋トレあるあるなのかもしれないですけど、ちょっとお兄ちゃんベンチ何キロとかよく言われるの。ベンチ何キロだろうと思って、この前やったら110キロぐらいしか上がんなかったんですよ。平均を調べてみたらめっちゃ低いの。ちょっとこれだったらあんまりその街の人たちに聞かれた時に答えれないじゃん。130キロを目指そうと思って、20キロアップを目指そうと思います。これが3つ目の目標。そして最後の一番の目標ですね、今回の大目玉、発表させていただきます。ちょっと筋トレとはかけ離れてて皆さんには申し訳ないんですけど、今年に最後に目標とする、絶対達成にしたいチャレンジは、語学です。はい。まあ語学といっても、まあいろんな種類あると思うんですけど、 TOEIC にチャレンジしたいと思います。夢があるって前から言ってると思うんですけど、海外の生活とか海外での仕事とかにすごい興味があって、いろんな国に住んでみたいんですよね。ってなると、働く場所とかを選ばない仕事じゃなきゃいけないし、必要最低限必要になってくるのがやっぱ語学、英語なんですよね。英語がなければ基本的にその夢は叶うことなんて絶対にないし、英語の能力が今どれくらいなのかっていうと、英語を話してる動画は出してると思うんですけど、自分全然英語できなくて、中学校高校とかで2桁取ったことないです、一度も。オール1桁全部5点6点4点英語なんか大っ嫌いだったし、 TOEIC を2年前に1回受けたことがあって、その時の点数が330点でした。990点満点なんですよ。正直自分自身も、あの動画とかで少し話してるじゃないですか、少し話してるんでできるかなと思ってたんですけど、結構いろんな国に行ってて、一昨年はニューヨークに一人で行ってたんですよ。一人でニューヨークで普通にツアーとかじゃなく旅をできるぐらいの英語力なんだなって自分で思ってたんですけど、いざ TOEIC 受けてみると全く聞き取れないし、何言ってるか分かんないし、読めないし、単語わからないし、絶望したんですよ。新しく目指そうと思う目標が600点。すごい英語ができる人からしたら低いと感じると思うんですけど、自分の中からしたら330点から600点なんて大出世なわけなんですよね。で、 TOEIC の試験が12月の18日に開催されるんですよ。で、残りだいたい130日ぐらいなんですよ。600点ってだいたいね、なんかあの履歴書とかに書けるぐらい、普通に考えたら330点から600点を130日で達成するなんて不可能ぐらいのレベルらしいんですよ。どれだけ努力したらできるかって。ただなんかね、なぜか
自信があるんですよね。夢に向かう、夢のための努力と思ったら全然苦じゃないというか。ということで、誰かね、他にも夢に向かって諦めてたこととか、できない絶対無理だと思ってたことで頑張りたいことがある人であれば一緒に頑張りませんか。自分もこんな不可能って言われるチャレンジをしようと思ってるんで、ぜひ一緒に頑張ってなんか達成しましょう。あと1年間143日で終わっちゃいますよ。せっかくだったらもう一頑張り、一緒に頑張りましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もう少しで100人いくので、よろしければチャンネル登録してください。お願いします。じゃあ今日はこんなところで終わります。ありがとう。バイバイ。